はい、こんにちは、レトルトと申します。スーパーマリオメーカー実況プレイ始めていきたいと思います。今回もね、視聴者さんからいただいた世界のコースを、どんどんやっていきたいと思うんだけど、まあ、結構ね、コメントとか、まあ、リプライトとかでいただきまして、結構面白いステージが、続々と、送られてきてるようで、すごい嬉しいですね。ということでね、結構バラエティ豊かなコースいっぱい揃ったと思うんで、今回も頑張ってやっていきましょう。はい、超絶難関大ホグワーツ魔法学校バージョン 2.0 もうバージョンアップ前も知らないけど、とりあえず、ハリーポッターってことだよな。ホグワーツ魔法魔術学校、誰だよこれ。ダンブルドアか、右のクッパ軍団は。やっていきましょう。いや、難しそうだな。クリア率は 0% ですよ。さあ、これなんか見たことのあるような仕掛けだな。おい、やばい、わあ、ハリーポッターだらけ。ちょっと待ってちょっと待ってハリーポッターだらけなんだけど、いや、これむずいぞ。すぐ行った方がいいな、ここね。あ、ちょっと何、マルフォイ気分なんだけど、マルフォイ視点なんだこれ。ハリーポッター強ってか、ハリーポッターしかいねえじゃん。よし、オッケー。うわあ、やべえ、魔法多い、魔法多い。走って、ああ、もうこれ魔法のさ動きが読めないよね。全く同じような仕掛け作ったことあるから何も言えないわ、この仕掛けに対しては。こうでしょ、でここ踏んでジャンプして、ここは走り抜けて、おー、あー降ってきすぎでしょカメ、そうか、ハリーポッター魔法で、ま、メガネ、なるほどね。そらハリーポッターだね、確かに全員スリザリンだろこいつら全然グリフィンドール製っぽさがないもん。あぶねえ、わー、え、ここはなに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 、あ、わー、薬学的なやつか、なんで雑草術みたいなあったよな。いや、ここまで行くのも大変だぞ。よし、いい感じ。わわわわわわわ、え、あ、左じゃなくて、あの右の扉に入んのか、ちょっと、なんであれ、ハグリッドがさ、まあ、世界観的には、ハグリッドが飼っている、なんか、ちょっと不思議な生物的な感じかな、ワンワン。なんか勝手に世界観、俺の自分の中でハリーポッター大好きだから、保管しちゃうんだけど、もま。よし、初めて来た。入れ、よーっしゃ、オッケー。ここは？オッケー。これどうすんだ？とりあえず一回起動してみて。やっぱパッ、ここ投げんだろうな。お、うおー、あー、なんか。ブラックパック。うわー、くそ。やばいやばい。うわー、きつ。いやー、でも、カメックにブロックを直してもらうんだろうな。もう結構死んでるよ、ここに来るまで。ほぼ行けないからね、ここに行くの。あー、ダメか。おーおー、あー、くそ、くそ、いけー。よし、行った、うまいぞ今の。ああいう方法もあるっぽいな。あ、もう直であれなんだ、あそこの右側なんだな。とりあえずこれはやんなきゃいけないでしょ。とりあえず壊してもらおう。くそ、もういっちゃえ。あ、上側行って、うわくそ、あそこで上側だね。砲台乗ってジャンプでいい。ワンワンの攻略方法ちょっと分かったから若干気が楽になったかも。あー、いい、ここだ。ここから丁寧に、うわー、赤いやつが早えな。赤いやつに乗っちゃってもう右行きたいな。よし、これでかい。あー、ちょっとちょっと、よし、オッケー、とりあえずいけた。で、うおー、どうすんの。ぜ、もう魔法、ホグワーツどこ行ったの。ホグワーツ、ホグワーツ、ホグワーツくっそー、そうか、すり抜けんのか、ワンワンは。きつそうだな。よし、来た。こっからだな。
とりあえずよく見、降りてくんのか。下行きたいけど、下はワンワンがいるからな。よし、デカマリオで来たよ。これでかいんじゃない？ドア、怖い怖い怖い。やった、ドアあった。終われ。あー、そうか。うわー、よし、いった、オッケー。じゃあもうスピード勝負。あはははははは、あいつらなんでいいんだよ、もうもうハリーポッターめ。クッパが、クッパもうちょっとこっち来い。やったー、オッケー。あー、ようクリアできたな俺。いやー、クリアできたことが割と奇跡だぞこれ。エムテルさん、ありがとうございました。いや、もう絶望感半端なかったなこれ。いやー、もうなんて言うんだろう、もう第一セクション、第二セクション、第三、第四セクション、すべてにおいて絶望感があり、全然安定しなかった。すべてその運よく進めた時のみ、この魔法学校、ウォルデモートを倒すことが、できるって感じだったね。これなんか面白そうだな。ミニゲーム、ドッスン落とし。なんかあれかね、ドッスンで P スイッチを踏む感じなんだけど、クリア率が圧倒的に高いんで、今の俺にはかなりの癒しになりそう。まさかの 1. 何%で死ぬなんてことないだろうな。どうやるん？あー癒される。あー、なるほどね。待ってね。あー、近すぎるな。意外にむずいぞ。意外にむずいな。意外にむずい。全然うまくいかん。左のドッスンで踏もう。じゃあ右のドッスンで、ここだ！よーし！あ、もう一回踏まなきゃダメ。え？あ、右側か次は。あー、そっか。待って。よし、オッケー。で、これで治るんだな。あー、でもこういったなんか、お遊びコースみたいな、発想の勝利みたいなコースもいずれ作ってみたいな。あ、ちょっとむずいんじゃないこれ。今だ！あー、邪魔だわ。ここ！よし、オッケー。これ待ち時間がちょっとあれだけど。なんか、明日か。明日に、明日にアップデートが来るんだよね。なんかね、この P スイッチでさ、やったー！P スイッチでさ、なんか、スーパーマリオワールドであったんだけど、P スイッチを踏むことによって、隠し扉が出るみたいな、そういう仕掛けがあるんですよ。そのなんか隠し扉みたいなもね、なんか実装されれば結構、いろんなことができそうだなと思うんだけどね。どうなんだろうね、こう扉振って隠し扉になるみたいな、そういうのもなんかできたらいいなと思いますけどもね。絶望、案外絶望クリア率高いな。ちょっとなんか久々に、あ、いいね。じゃ久しぶりにちょっと全自動マリオを見ながら終わりますか。まあ、あんまやることもね、最近ちょっと全自動マリオ多すぎるなって感はあって、あんま聞くこともなくなったんだけど。お、あ、
俺がもう右に行くの？カンタこの、この音楽好きなんだよね。タタタン、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 いやいや、いやいやっていう。真っ黒クロスケが山に登っていくときの、この音楽好きなんだよね。はい、ということで、今回は、すげえ難しいコースクリアできたので、個人的満足度は半端なかったです。ということでね、次回も翔さんからいただいた、ね、面白くも変わったコースを、どんどんやってみたいと思います。次回に続きます。レトルトさーん。ああ、まあまあ、一個はほとんどの可能性でつかめんだな。ダメます。違う違う、来い。ああ、やったー、やったー、すげー。